Marvelous! わけにはいかぬ。行くぞ、マスター。 Yeah!
これほどの質量とは、なんということか。こんなものは今の人類の手に余る。アルタミラの石碑、セファールの巨人、これが月すらも滅ぼす異様だが、倒すしかない。囚われた我々が自由を得るにはそれしかない。あなたがあれを倒すしかない。だってそうでしょう。そのためのレガリア、そのためのムーンセルなのだから。ああ、お目覚めですか。よかった。どうか体を楽に。今ムーンセルとの接続を再開しています。ムーンセル中枢、聖杯とつながったカフカであなたのメモリーが一部破損してしまったようです。あなたのデータは破壊され欠損している。極めて致命的な状態です。一刻も早いデータの修復処理が必要です。まずはあなたのバリューをスキャンします。ピリッときますが抵抗はしないように。ラベル、聖杯戦争勝者。カテゴリー U、 測定拒絶権につき免除。では本人確認ですね。あなたの名称を入力してください。
よろしい。すべて問題なし。成功ですよ。ムーンセルオートマトンを得たものよ。ここの後始末は私にお任せを。あなたは一刻。やっと目覚めたな、我がマスターよ。うなされていたようだが、夢見が悪かったのか？であるのなら、最高の目覚めがそなたを迎えよう。うむ、言うまでもないが、世の笑顔だ。奏者よ、頭が痛むのか？要は働き者は好きだが、それで体を壊しては本末転倒というもの。世が一人で退屈になるではないか。ついでに世の子仕方あるまい。では改めて名乗りを上げよう。見目麗しき英霊は数あれど、きら星の剣、繁栄の花はただ一輪。あらゆる才を白指に乗せ咲き誇るはバラの皇帝。その剣撃はミューズの調べのごとく。初子の日は瞬きなれど、しるべとなって主の道を切り開こう。聞き惚れよ。しかして頼り惚れ直すがよい。世は至高にして至上の名器、剣の英霊。やはり開幕はこうでなくてはな。もう何度目だという気がしないでもないが、そこは世とそなたの仲多めに見るがよい。しかしだ、確認するのなら世の姿と名ではなく自らの姿を顧みるべきではないか。奏者、さっきからじっと世を見つめるくせに何もせず。こんなことなら一
人でムーンセル中枢などへ赴かせるのではなかったな。戻ったそなたが丸一日眠りこけていたのも、あそこで何かがあったせいに違いない。覚えていないのか？これは重度の寝ぼけよ。うむ、ここはより静かな、そして親密な空間で語り合うべきだな。体を休めるためのベッドと、手を重ね合うためのベッドのある空間。つまり、どうだ、これが余とそなたのマイルームだ。急増なのでな、物が少ないのは許すがよい。今はとにかく休息だ。これからに備えて眠るとしよう。あるいはまだ他に気になる点があるのなら、気持ちの赴くままに尋ねてほしい。抜群の着こなしだな。見惚れてよいぞ、奏者。うむ、我ながら抜群の着こなしだな。見惚れてよいぞ、奏者。うむ、我ながら抜群の着こなしだな。見惚れてよいぞ、奏者。うむ、我ながら抜群の着こなしだな。見惚れてよいぞ、奏者。では、余が語り聞かせよう。そう、ここは月なのだ。地上から遠く、西暦2032年の人類は月面に一つのものを見出したそうだ。その性質から聖杯と呼ぶものもある。世界さえ変革する万能の願望機、要はその聖杯により英霊としての姿を得た。自立した電子生命、そしてサーヴァントを呼び力を与えるものをウィザードという。サーヴァントはただのデータなどではない。セラフに物質化した正真正銘の魂だ。それはそなたにしても同じだ。このセラフで死ねば、地上にいるウィザードは死ぬ。そなたは半人前の状態ながらも、強大な敵を前にして決してひるまず立ち向かった。そなたは戦って戦って戦って余と共にムーンセル中枢の部屋へと。そなたは勝ったのだ。ムーンセル中枢に到達し、
矢も話したいことがたんまりとあるが、今は休息が先のようだ。気になるか？喜んでほしい。これこそは聖杯戦争の勝者の特権。ムーンセルから譲渡されたオーセラフを支配する王権の証、世が史上最高の皇帝であることを示す。そうであろう、そうであろう。矢としてはもう少しバラをあしらった衣装が欲しいのだが、何より矢とそなたの共同作業の報酬というのがいい。ムーンセルメ、すこっ。まあより正確に言うと、聖杯戦争を終えた矢とそなたがセラフのあちこちを飛び回ってる最中に授かったものだが、いかん、落ち着かなくてはな。とにかく今は休息をとってほしい。明日は世と共に我が領土を見て回るのだ。疲れは取れたようだな、マスター。いつでは約束通り、今日は我が領地の案内といこう。おそらく戦いになると、その前に配下の武将たちを紹介。レガリアを有した世はムーンセルの王である。王には配下が必要であろう。それこそが世がムーンセルの新たな王であると示す4期。第1の章、ケルトはアルスターの光の巫女、赤き槍の勇士、クラスはランサー、神名クーフーリン。おう、久しぶりだなお嬢ちゃん。聖杯戦争じゃ敵同士だったが、何の因果か今はこの通り確証の身だ。第二の章、姿なく音もなく魔剣振るう者、身の内いらず、クラスはアサシン、神名リ・シャブン。カカカ、機嫌もまた縁か。お主の側に立つにはいささか血生臭い男だが、立っての任と聞いたのでな、行くあてもなし、触覚として世話になろう。戦場であればどこだろうと文句はないぞ。第三の章、宮殿のもとにあっては無敵無双、神名ガウェイン。ガウェイン、ここに。神王とそのマスターよ。ええ、そちらの皇帝はともかく、あなたはレオの成長を導いた人物です。まあ一騎打ちの果てに我が軍門に下ったというのに。それより4人目、最後の章だ。最後の章なのと。もちろんだと思う。
選んだのは少なくとも君の側であるはずだが、新たなルールを得たセラフで目覚めた私たち4機のサーバントをある者は説得し、ある私もこんなことをしている暇はないのだがね、雇われた以上は契約を守るとも、そもそもそのレガリアの王権は絶対だ。主を持たないサーバントにとって、うん、確かに余自身が選んだ4機のはずだが、貴様そもそも聖杯戦争に参加していたか。さて、おそらく1回戦で敗れた下級の英霊なんだろう。私は、それより私への向上はないのか、ムーンセルの新たな王よ。これでも忠誠は近っ。これなるわ。第4の章、神明わからぬ。いや、本当にわからぬのだ。そんな顔をするな、奏者。なぜだかきちんとサーバントとしての霊覚が再現しきれていないとかなんとか、あれの自己申告では。そこはん、ともかく聖杯戦争の終結を経て変わりゆくセラフ、そのレガリアの王権、その一端なのだ。うむ、貴様ら持ち場に戻ってよいぞ。よは。おう、ひっきりなしに湧いて出てくる適正プログラムの排除だな。そりゃいいけどよ。何か手短。レガリア持ってんのはあんただろう。なら玉座に座るのはあんたじゃねえのか。そこのお嬢ちゃんを。もっともない剣だ、青き者や。確かに玉座とは王が座るものであるからこそ、世が最も信頼し、世が最も大切に思う。そもそも我が奏者はセラフに残った唯一のマスターであり、聖杯戦争の世は確かに神王になったが、それも我が奏者の采配あってのもの。なるほど、ただのお飾りじゃないってわけか。いいぜ。んじゃ、まあ用があったら呼んでくれ、マスター。そこの皇帝様よりは頼りになる槍を見せてやるぜ。では我々も失礼しよう。セラフは今レコードの真っ只中だ。荒事があれば声をかけるがいい。わしは他のサーバントと違い対人特化だ。できる。私はそうですね、避難してきた AI たちの様子を見てみましょう。彼らの要望をつぶさに聞き、それに応えるのも王の責務かと。我が配下ながらまとまりのない連中よな。ま、それは今後の課題としよう。では奏者よ。見るがいい奏者よ。これが新しい聖杯戦争のルールで守られていた。かつてのアリーナとここは勝手がち。ここではマスターであれ攻撃の対象になる。ちょうどこの先に大量の適正プログラムが集まっている。先当然であろう。我が奏者は極上の獲物。
天井の果実ゆえな。うむ、そうなのだ。余も今気づいた。すまぬ、せっかくの晴れ舞台、すぐ隣で余の勇姿を見てほしかったが。奏者よ、そなたは後方に下がっていてくれ。マスターを守るのがサーヴァントの役目。さ、な、何を言うマスター。余は嬉しい。ただ、それはそれ、これはこれだ。こたびの戦いは一騎打ちではなく乱戦。そなた、もしやこれは余の仕業なのか。離れた、そんなことばかり考えていたから、レガリアが勝手に発動してしまったと。そうであったな。今は姫事より戦いの時、しかも大事な初陣だ。さすがは我がマスター、頼りになる。さあ行くぞ奏者よ。統制されているな。裏で操っている者がいるのだろう。まずはそのセクターを奪い返す。黒幕探しはその後でどうかね。おい、なんだこの騒音は。
皇帝陛下、妙な楽隊でも採用したのか。ああ、気をつけな皇帝。奴は何か仕掛けてんぞ。存在する。敵救援を頼む。おう、こっちはまだ持つが、まあ気が向いたら来てくれ。今日は楽しい。おお、先を越されたか。500人抜きとはな。発生させているセクターを発見した。このセクターを落とせばこちらにアグレッサーを送り込めなくなるだろう。プラントを破壊すればいい。それが敵軍の起点だ。もう掘ったぞ。便利なものよな。聞かせてもらうぜ。行くぞ。you
に進もう。領土の制圧、お疲れさん。急ぐとしよう。楽でいいな。行くぞ。おう、世話焼かせちまったな。ここから切り返すぜ。渋滞解消だ。初戦から貴様が相手とは何たる宿命である。ま、それはそれとしてだ。観客が暴徒化しているのは構わぬのか。暴徒じゃないわよ。私の歌で軍勢のテンションを上げてるの。とにかくこれまでだ。ユーの娘よ、世の領土ではゲリラじゃないわよ、ボランティアよ。逃げたか。仕方ない。走者よ、
ここにはプラントがいる。奴から倒さなければ制圧はできないぞ。あ、あったぞ。エリザベート・バートリーはレッドセクターへと移動したようだ。それはそれとして今のうちにセクター制圧を進行させるとし、レッドセクターは我慢できずにエリザベートも現れる可能性がある。奏者、戦況の確認を。攻め込まれている自陣があるようだぞ。奏者、ここはいずれ改装して世のコンサート会場として再利用するぞ。転落の飾りとなれ。あなたに第二回目に決めるぞ。あの劣勢は捨ておけぬ。早く助けに行かねば。行くぞ。もうな。とびっきりのライブ見せてあげる。もうなんなのよ。しっかり制圧されちゃったじゃない。エナオス、よくも私のコンサートを邪魔してくれたわね。無知の百打ちを覚悟なさい。のでさえまだだというのに勝手にソロコンサートなど許さぬ。行くぞ。所詮を華々しく飾ろうではないか。よっ、えいっ、よっ、まだまだ行くぞ。
登場を禁じ合う。やっ、無敵ガードか。その指輪、全然似合ってないんだから。あれこそ負け犬の遠吠えだな。レガリアは世の薬指でこそ生えるもの。そうであろう、奏者よ。レガリア、よっ。そなたの言葉はこの上なく嬉しいが、そのなんだ。よいぞ、許す。世の手指に触れるがよい。うむ、最高級の白磁に触れるように優しくだぞ。奏者はやはりなんだか前のめりで。しかしだな、ここではその配下の四騎たちも姿は見えぬとはいえ目はあるわけで。いや違うぞ。要は前のめりな奏者の情熱をこそ受け止めよう。しかしあれだ、ひとまずこの領域は安泰だぞ。エネミーも正真正銘の新たな領土となった。
マイルームへ戻るぞ奏者。そなた顔色が青を通り越して、ま聖杯戦争の保健室ほどではなくとも、マイルームには診断と治療の機能がある。すぐに。すぐにどうなさるおつもりです？輝くばかりにイケメンなその魂、決し何、この咽頭と関係、横連母と悪巧みが一体となった声は、いかにもまさしく、ここにここにマスターを求めて行く清掃、三千世界のカラスを殺し、明日ここは我が国神の国、水は潤い実り豊かな中津国、国が打つ穂に水注ぎ、高間巡り読み巡り巡り巡りて水天日光。スタンダードにキュートな青き装いをまといて、サーバントキャスター、今ここに水産です。やはりキャスター、貴様生きていたのか。懐かしいなどと何を言う。あやつは確かにそなたに協力したも、しかしそれは腹に一物あってのこと。あやつは何やら怪しい企みでそなたと仮契約し、ま、悪の栄えた試しはなし。そういえば貴様、どうしていなくなったのだ。聖杯戦争の終盤、いつの、いつの間にかじゃねえですよ。あなたがムーンセル中枢に通じる道でドーンと私の背中を押して、月の裏側に落としやがったんじゃないですか。はて、何のことやら、わからぬ。世には点でわからぬ。あやつの言い分には一切耳を貸さぬように。基本、純真無垢なご主人様をそそのかしたり、横連母していたのはどちらなんだか。ま、いいですけど、すぐにそちらのご主人様も私のものになりますし。助けを求めるマスターのお声が私の耳にビビッときています。私、悲しみと欲望で、復活に構っている時ではない。文句があれば後ほど来い。キャスター、今は奏者を休ませることが先決だ。貴様とてそれ、それはもちろん、ご主人様のお体は、それも今ひとときの辛抱と申しましょう。心が痛みますが、それはそれ、これはこれ、たまには強行手段に訴えるのも良妻の務めです。というかてへっ、様ももう取っちゃってるんだな、強行手段。うん、たまにはどころか、いつも強行策。まあよい、世も人のことは言えぬ、あえて流す。腐る、企みなんて人聞きの悪い。私はただ自分の本性に従っているだけ。ほんと愚かな皇帝陛下、ご自分が何と寄り添っているのかも分からずに、レガリアが一つきりだとお思いになって、新たな王を気取るのはさぞや楽しかったでしょう。でもそれも今日この時をもっておしまいです。もう一つのレガリアの所有者として。宣戦布告だと。もうひ、ええ、どちらも言葉通りに。ほ、奏者が二人、どういうことだ。
なぜ奏者をはべらせている？世のマスターがどうして二人ミコ、あら、お分かりにならないんですね、セイバーさん。それは少しだけかわいそうですけど、構いません。私の方がずっとかわいそうだったんですから、あなたも少しくらいは苦しいですので、かわいそうついでに私宣言しちゃいます。宣言？ここに私はのたまいましょう。これよりはセラフ全域の支配をレガリアとご主人様にかけて、私正真正銘のセラフの支配者になりますね。うむ、妄想全開のよまいごとご苦労だが、諦めよ夢見がちな狐よ。だからこの薬指のレガリア見えません？月の王権を持ってるのは今やあなただけじゃないのです。その証拠に、はい、そちらに情報を転送しておきましたから、後でじっくり確認なさいませ。現在セラフの支配権はこちら、かわいいタマモちゃんが 50%。 お分かりでしょうか？綺麗さっぱり私たちな半分。はい、刃物を通した金つばのように美しく半分こです。空に太陽が2つあっては地が焼けるというもの。この数日でセラフの順次拡大に伴う新規領域と基地領域を合わせた全域の 50% ですので、残りもあっけなく、文字通りすぐにこちらで平らげましょう。ですから、どうかお覚悟を。それまでそちらのご主人様は不本意、いずれ仮初めの城は燃え尽きましょう。ムーンセルは私にレガリアを譲渡した。私は渓谷の美姫、国あらばこれを荒らし、民あらばこれをもてあそぶ。そのほあやつ、奏者の双子のようなものまで引き連れて、皇帝にして神王たる世に対してあの物言いこと、もう一つのレガリアだと。バカな、そんなはずは。体は大事ないのか？そうか、それは何よりだ。奏者よ、初陣はどうであった？ね、率直な、そして素直な感想、特に許す。よこす。加えて月の聖杯戦争に勝利した、ただ一人のマスターが傍らうむ、世の奮戦をねぎらうそなたの言葉を、今回その奏者は世の指輪の中にだな。あそこに入った感じはどうであった？本当に辛くはなかったか？さすが奏者、鋭い指摘で世も頼もしい。
実は世もよくわからぬ。何しろメモリだけで一つの聖杯戦争分だ。この最大領域と同じかそれ以上。正直世だけではその進化をつまびらかにするには難しい。世は発想の天才だが、だが綺麗な指輪であろう。それだけで十分。内心そうだろうと思っていたのだが、改めてそう言われると、うむ、今日の奏者はちょっと。奏者自覚がないのか。思いなかったぞ奏者。あっ、ついそなたの瞳に見入ってしまった。世がそなたを陥落させようというのに、世がそなたに陥落されかけるとは、悪くはないかもしれぬな。